伏見宮義人親王王永23年11月20日は、日本の南北朝時代の皇族、北朝第三代、都公天皇の御子。読み方は、中人とも、世襲親王家、伏見宮初代当主、伏見殿、有蘇川殿などと称する、昌平23年正月親王宣言を受け、義人と命名される、天授元年11月元服し、 二品に除せられる。祖父にあたる黄金法王は、花園天皇の御子であった、自家人信王を、須高天皇の皇太子に立ててその子孫に皇位を継承させ、吉人親王をはじめとする、須高天皇の御子はすべて出家させる意向であった。このため、吉人の皇位継承の可能性が浮上したのは、皮肉にも、将兵一党で、須高天皇と自家人皇太子が配位され、 失意のうちに、自家人氏が出家した後の話であり、当初は、スコ天皇の弟である、渡るに王とと共に、妙法院に入る予定であった。スコ上皇は、自命院到着流として第一王子である、義人親王の即位を念願していた。しかし、皇統が南北朝、さらには、北朝自体が、スコ上皇、義人親王の系統とスコ天皇の弟である、 五皇軍天皇の系統に分立するなど、情勢は吉人親王の当局が実現するには厳しいものがあった。王英五年正月、須高上皇が崩御し、最大の後ろ盾を失った吉人親王は、同年五月出家した。法名は、通り里,里氏同年八月に、落北萩原殿に移る。須高上皇は、皇軍法王から、 自家人親王に一気分として譲られた室町院領以外の自命院等の主要な書領を継承して義人親王もそれらを相続したが、五小松天皇はそれを認めずにすべて没収してしまった。五小松天皇の貢献であった足利義満はこれを支持しながらも収集策を模索し、折しも五月に皇居した自家人親王に与えられていた室町院領を義人親王に与え、 五小松天皇も張馬国の国画領のみは返還することで紛争を収集させた。王英六年十二月伏見殿に移るが、王英八年伏見殿が火事で焼け落ち、佐賀公恩院に移る。王英十年には、終わり守護で、室町幕府の実力者であった、柴義重より献上された、有栖川三荘に移り、有栖川殿と称する。歴を余儀なくされた新であるが、 王永16年6月に、皇室類代の御領である伏見に戻り、伏見殿と称されるようになる。新王の伏見御領は、以後孫損を継いで伝領され、これが伏見宮の起源となる。王永23年11月20日公挙。66歳。皇后は大通院。また、吉人新王は、美は、小。 和歌など諸芸能に堪能で、伏見宮家が落道を家業とする起源を作った。北朝第三代、都高天皇の第一王子。母は源の元子。宮須所は三条実地の女、藤原春子。家名は下が従うつぐ、黄金上皇の皇位継承戦略と室町幕府。 ISBN 978から4から 886218001P219 から259。詳しくは、松園人氏、中世の三宅について南北町、室町期を中心に、マイナス参照のこと。ありがとうございます。